頼もしい姿だと思う。私もああなれるだろうか。韓暗国、ここから天下を目指す。最後まで力を尽くそう。呼びましたか？私は引退する。後のことはお前に任せたいと思う。任せてください。お呼びですか？俺、引退することにしたんだ。あとはお前に任せたいけど、大丈夫か？はい、承知しました。最近あなたのことばかり考えてしまう。その理由にやっと気がついた。もし抱きしめていいなら、次に会うとき、そう答えてほしい。あなたに会えて本当に良かった。ずっとそばにいてほしい。愛してる。もうあなたをひとときも話したくない。うん、絶対話してあげないんだから。義兄弟の契り、あなたと交わせて嬉しく思う。俺たちの契りは絶対だ。これからも頼りにしてるぜ、義兄弟。
俺、人を頼るのは苦手でさ。でも、お前になら背中を預けられそうだ。一人ではないというだけで心強い。これが背中を預けるということか。今までの私は未熟だった。もう一度踏み出してもいいだろうか。くそ、どこに逃げた。まだ遠くには行っていないはずだ。おい、おい、これだけ集まったのですね。これだけあれば心配ない。みんなも困らなくて済むはずだ。なんていうか、すごいですね。これだけあれば十分だ。あとはこれをうまく使わなくては。おい、見ろよ、あいつが例の。ああ、戦場の死神ってやつか。おっかねえな。そなたの武、見事となり、天下随一と言っても過言ではなかろう。私はまだまだ未熟です。もっと腕を磨かなくては。すごいな。お前にならこの先も護衛を任せられそうだ。ありがとう。お前の部、これからも頼りにさせてほしい。
今夜の戦果はこんなもんでしたぜ。あるところからはどんどんむしり取ってやりやしょう。天下まであと少し。勝利のため最後まで力を尽くしてほしい。この繁栄、皆が力を尽くしたからだと思う。この町、ここまで成長していたのですね。今気づきました。そういうのってまずくないんですかね。ここも成長したよな。昔と比べたらすごい進歩だぜ。なぜそんなものを送るのでしょうか。私はこの国の主となったのか。これからは天下に勇飛してみよう。やっと
ここまでたどり着いた。ありがとう。皆が支えてくれたからここまで来られた。なんていうか本当にすごいです。これからもあなたについていきます。やっとここまで来たぜ。ついてきてくれてありがとな。天下をつかめたのはみんなのおかげだ。これからもその理想を叶えるためあなたを支えます。